はい、皆さんこんにちは、じゅんいちです。今日はですね、ちょっといつもの動画の趣旨と違いまして、アンプの宣伝をさせていただきたいなと思います。実はですね、今ここにですね、日本製の 2A さん、マツダの 2A さんがあります。まあ珍しいかなとは思うんですけども、今手元にですね、3本あります。で、まあ今回の動画はですね、まあ、この3本ありますので、まあ、こちらを使って、まあ1台だけになるんですけども、そういった日本製の出力管を使った、それも日本製の直熱管を使った、アンプの、をですね、ちょっと作ってみたいなと思いまして、動画の方を作りたいなと思います。で、どういう、アンプかっていうと、まあ回路はですね、私は普段やっているごく、自然なというかですね、昔からある回路になるんですけども、前段にですね、電圧増幅の部分に 12AU7、 こちらもですね、同じく、東芝日本製のものを使うことを一応考えています。 12AU7、 12AU7、 2A3、出力トランス、スピーカーってくるんですけども、そういう並びで、作ったですね、真空管を作ろうと思っています。トランス類についてもですね、やはり日本製のものを、用意して使うことを考えています。ゼネラルトランスさんですね、のものを使って、お作りしようと考えてます。で、トランスもですね、2A さん自身は 3.5W っていうことで、出力はそんなにですね、小さくもないんですけど、特別大きいわけでもないんですね。直熱管の中では 3.5W っていうのは、比較的大きい値にはなるんですが、まあ、今世の中のですね、デジタルアンプとかトランジスタアンプから見たら非常に小さいとは、思います。ただ真空管っていうのは、他の動画でもありますように、そのですね、非常にそのですかね、ドライブ能力って言ったらいいんですかね、ドライブ能力が非常に高いですので、まあ、小さな出力でも、しっかりとした、音楽を楽しんでいただけるんじゃないかなと思っています。それ以外のですね、まあ、トランス真空管以外の部分で、重要となってくる部分ではたくさんあるんですけども、電源の回路ですね、こちらはちょっと今回ですね、普段私は電解コンデンサーを使うんですが、この 2A さんが持っているですね、音色感を、うまくとして仕上げたいなというふうに考えまして、フィルムコンデンサーを使った電源回路を考えています。で、フィルムコンデンサーを、容量をですね、たっぷり入れることによって、しっかりとしたですね、電源部分が作れるというふうに考えています。それからですね、中で使う、まあ、コンデンサーとか抵抗類ですね、で、全部というわけにはいかないんですけども、多くの部分を、国産品のものを使おうということで、まあ、やっております。どこを使うかっていうのはね、まあ、アームトランスさんの、音響用に特化した抵抗っていうのが販売されてますので、そちらを使ってた、アンプとして、仕上げていくことを考えてます。外観ですね、外観は、まあ、まだこれからね、ご注文いただいてから、全て部品は発注をかけていく形になるんですけども、まあ、シャーシはですね、まあ、こんな形で、以前71っていう真空管で、アンプを作ったことがあるんですけども、これと非常に似たスタイルになるかなと思います。で、ちょっと変わる部分としては、もう少しですね、もしかしたら横幅が広くなるかもしれませんけども、大体このような形になります。で、シャーシの素材は、鉄になっていまして、そこにこうグリーンのですね、ハンマートーンっていう、塗料で仕上げた形になっています。非常にですね、鉄のシャーシは、まあ、正直言うと重たいですね。でも、オーディオ機器っていうのはやっぱり重さ。っていうのがある程度必要になってきますので、重たいしっかりしたですね、シャーシを使うことで、また音質の面もね、良くなってくるんじゃないかなと思います。シャーシ自体はこのハンマートーンって仕上げると、高級感ある仕上がりになりますので、まあ、どこに置いても非常に、そのマッチする色合いではないかなと考えています。それからですね、まあ、アンプのちょっと価格等はですね、ちょっと YouTube の方では、お話ししませんので、リンクの方にすでにホームページを、アンプのページを作りましたので、そちらを見ていただいて、もし興味ある方はですね、ご確認をしていただけたらいいかなと思います。で、ご注文についてもそちらの方にしていただいて、納期はだいたい 1.5 から2ヶ月ぐらいご注文入れていただいてからかかりますので、ご了承いただきたいなと思います。それでですね、まあ、このアンプ
どんな、まあ、やっぱりあの視聴者の方というかですね、アンプ興味ある方はどういう音がするのかなっていうのは非常に興味あるところだと思います。やはりですね、まず直熱管のアンプっていうのはやっぱり防熱管使いの方からするとやっぱりこのクリア感っていうんですかね、そういうものは非常に違うところがあるかなとは思います。それが、まあ、もちろんですね、防熱管が濁ってるとかそういうことは言うつもりはありません。どちらかがいいというよりも、こう見た時に聞いた時にその透明度が高いような音がするのが、直熱管の特徴なのかなというふうには思っています。もう一つやっぱり大きい特徴として考えられるのは、立ち上がりがね、早いとか遅いとかっていう言葉をよくオーディオの評論の中では使われる方多いと思うんですけども、そういう意味では、直熱管っていうのは、立ち上がりが早い音の部類になってくるのかなと思っています。でもう一つですね、実はその先ほど 12AU7 っていう回路ですよっていうことをお話をさせていただいたんですけども、まあ初段一番電気が入ってきたところは、低い電圧にして次は高い電圧にしてっていう形で回路設計をしておりますが、まあ、こうすることで、よりその 2A3 をですねしっかりドライブすることができるという形になってるんですね。で無駄なくこう真空管を動作させて、まあ、その歪みの少ない回路で真空管らしいクリアの音を使うということを考えています。でもう一つですね、その安全性っていうんですかね、まあ、長くやっぱり使っていきたいなというところがあると思いますので、まあ、シャーシもどうしても温度のことを考えて少し大きめなものになりますし、真空管自体にも優しいですね、あの回路を使って作ることを考えています。で整流管っていう、真空管での整流をするアンプになるんですけども、まあ、その整流管っていうのも使い方によっては大きく寿命が変わってくるんですが、その寿命がね長くなるようにっていうことで回路設計をしています。でそれ以外にはその、長持ちさせるコツっていうのはやっぱりその特にコンデンサー類とか抵抗類っていうのはどうしても、まあ、抵抗ですけども熱を発するんですね。でコンデンサーはその発した熱をもらっちゃうんですけども、やっぱりそういう熱っていうのが、部品を早くダメにしてしまう原因になりますので、できるだけ大きなシャーシにして、中の空気がねこう入れ替わって熱い空気が外に出ていって、涼しい空気が入るようにっていうようなことを考えた一応機械的な設計も、させてもらっています。今回はねこういう形でちょっと、珍しい真空管が入りましたので、いつもはね、ご注文をいただくのを待ってるんですけども、今回はこういうことでちょっと PR の動画をね作らさせていただきました。もし興味があればですね、私のですね、まあ、アンプの販売ページの方を見ていただきまして、そこから、お問い合わせの方ね、気になることがあれば聞いていただければと思います。最後までご覧いただきましてありがとうございます。それでは失礼します。